ゆきです。めいです。なおです。気ままにクイズです。今日の企画は掃除機でどれだけ掃除機を使ってほっぺた吸収しちゃうよ企画です。皆さんも動画を見ながら一緒に掃除機用意してやってください。やんない。やってください。お願いします。お願いします。それでは7からだっけ、はい、7からスタート。カットされるやん。だってそこが一番邪魔なのよ。確かに。レベルライトが嫌。レベル2、まあ、2から1はいらない。ライト。確かに。あ、髪の毛やばい。こちらレベル2。まあまあ別に。なんか脂肪吸引されてる気分になる。全然嫌じゃない。あ、じゃあ下この前めっちゃベスポじゃない。レベル3。もう行く？全然行けるわ。全然嫌じゃない。なんか嫌じゃないとかなの？でもだから掃除機が嫌だ。こっちがこっち側が嫌だと思う。いや、ライトが嫌だ。ライトが嫌。なんか照らされてて。レベル4。これ4しかされない。あ、じゃあポジション変えた方がいいかもしれない。なんかね、いけた。唇がちょっと取られたくないかな。素晴らしい。めっちゃ見たい。ありがとうございます。怖、なんか怖いでしょ。打たれる。はい、じゃあちょっともうちょっとこっち側から行ってほしい。じゃあほっぺ、体そうそう、行くよ。いや、ダメダメダメ。なんか優しく言ったのにすごく乱暴にされてる。ちょっと髪の毛危ないからほっぺだけにしよう。あ、後ろに行くよ。じゃあだってさ、さっき私ほっぺだったじゃん、うん、か違うところが行く。でもいいよ、ほっぺです。これ何？なんか吸い込み力弱くない？どう？感想は？待って、後がすごい。あ、そんなか。そんなんだよ。痛い。ちょっと顎吸っていい？いいよ。4で、あ、4なの。なんかね、メインに、ね、吸い込むとね、なんか弱くなってる。あ、見てなって吸えない。ダメだね。
違う、こっちのが違う、こっちのが来てる、こっち。待ってね、ここなんかさ、ちょっと怖いんだもんな。怖いよね。今度唇吸わないで。わかった、危ないから。どう？いい感じです。終わり。